小学生や小学生の保護者の方サッカー前にぜひ覗いてみてください今回のテーマはサポートの動きについてサッカーでは自分がボールを持っていない時にも数多くプレーしていることをみんなは知っているかなそれがサポートというプレーになりますサポートの動きは主にこの4つこの動画を見れば試合中いつどこにどのように動けばよいかを知ることができ良いプレーが多くなること間違いなしそれではキックオフみんなは試合中 ポジションについてコーチからら指示をもらうことがたくさんあるよねつまり自分のいる場所自分がいなければならない場所役割などをコーチからもらって試合をしているよねでも相手もいる中でいつどこに動けばよいかわからないなんてことはたくさんあるんじゃないかなそんな時はボールを持っている仲間や相手を観察してサポートの動きをしてみると驚くほどうまくプレーすることができるよそれでは動画を見てみようまず最初の動画 コート中央の選手に注目してみようボールを持っている選手から少し離れてボールをもらいたい場所とタイミングを測るよそして仲間がパスができるようになったらボールに近寄ってパスを受けてシュートまでいけた良い場面だね練習や試合前のアップでよく見るポストシュートの良いお手本だね続いてこの動画青チームの選手に注目してみようキーパーへのバックパスをした瞬間ボールから離れて良い距離良い向き でパスをを受けられれる状況を作れたね。キーパーのパスの速さもよくて相手が間に合わないそして相手が来てもそのときには隙間が空いているとても良いサポートプレーだったね続いてボールを持っていない青の選手に注目してみよう仲間がボールを持った瞬間、周りを確認して近寄りすぎず離れすぎず相手と相手の間、その場にとどまりパスを受けてシュートに行けたね前にも行ける場所はあったけど相手が来なければゆりゴールに近い。 その場所でパスを受けるのももとても良いサポーートプレーだよね最後にこの画面の白の選手に注目してみよう仲間がボールを取って前を向いた瞬間スタートダッシュを切るようフォワードにパスが入った時には相手の背後へ入り込む動きを入れてビッグチャンスを作れたねこのようにゴールを目指して迷わず相手の背後へ入り込むことができれば。 チャンスを作るるるこことととがができることが分かるとても良いサポートの動きだよよねまとめるよサポートの動きには「近寄る」「離れる」「その場」「入り込む」この4つの動作があるよそしてサポートをするときにとても大切なポイントが「ボールを持った人がどんな感じか」を観察することがとても大切だよボールを持っている人が困っていそうなら「近寄ってボールをもらえるようにしたりボールを持っている人が「良い感じでプレーできそうなら「離れたり」 入りり込んだりすることとででゴールに近づくここができるよこのようにボールを持っている人がどんな感じかを観察してサポートの動作を決めることが大切だよ。最後にそれでもどこに行けば良いか迷ってしまうことは試合中たくさんあるよね。そんな時は自信を持ってプレーに関わることができる好きで得意な場所を見つけて勝負をすることが良いサポートになることもあるよ。それでは今日も楽しんで。